ご無沙汰しております。バスフィッシングアワーコアングラーの極意を伝授パート1、不祥さん来日中。コアングラープロジェクトということで、本日アメリカ在住の日本人コアングラーの牛尾栄さんと一緒にアルミボートフィッシングコアングラーの極意を伝授していただく動画になります。お声が、遠かったので音声なしでいきます。よろしくお願いします。もっと飛ばしますか。あの試合中の時に、まあどこにどこを投げるかにもよりますけど。あーでも距離的にはもうちょい飛ばすぐらいです。アメリカってそんなビューンと飛ばさないですよ。はいはいはい。それよりは正確なキャスターアキュラシーとか、まあ、いろいろ。おーおー、あ、キャス気つけてくださいね。結構行きますか。最上流魚多分めちゃくちゃ溜まってると思うんで。マジですか。あ、そうっすか。え、じゃあ行きますか。最上流。あ、行ってください。行ってください。あ、あの全然行っちゃってください。魚見えちゃうともう俺ダメなんですよ。めっちゃクリアになってる、ね、そのボートポジの話してくださいね。あの今とりあえず最上流向けて最短、あ、こっちはこっち話いいですか。はいはいはい。あ、ボイルしてる。止まります？あ、いいっすね。こんなん、こんなん止まってたら、ほら。来ました？ドラム。はい、1本目。おお、まあまあ、まあまあじゃないな。なんかすげえかかり方してる。うわ、めっちゃ釣れるわこれ。簡単本当だ。アメリカンの釣りで全然大丈夫ですね。あれ、これ貫通力が高すぎて根元まで行っちゃって。あ、そんなっすか。エイティーズ。臭いなこのバス。シガモン食ってる。あ、匂いで分かる。あ、どういう違いかもう全然。はい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 。多分グラコの人ねそれ多分。ペラペラだから振り方気をつけない。苦手です。はいはいはい。天ぷらってどう？スピナーベイトが回っちゃう。ほほ。シャープなやつです。あ、はいはい。これ慣れてないから。ほう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 。ほら回ってるじゃん。はいはいはい。もっとシュンと行くんですか。今日とアメリカ笹あるんすか。何か別の例えば森というか普通の木からこういうなんか違う木が生えてるとか土壌が違う場合なんだ。はい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 。変化と見なしてます、ね、はいはいはい。持ってるそのバクテリアとかネルギーとか。ああああ。もうたまにかぶって困る。あ、ごめんなさいごめんなさい。ちょっとあー すいません。結構スピナベそのストップアンドゴーじゃないですけど、なんかジャークっていうんですか。
ツイッチみたいな結構する感じですか、魚が。ただ巻き結構そのリアクションで食ったりします。あ、だから食べるテンポを与えてあげるんですよ。はいはいはい、顔がスローだから、はいはいはい、そうっすよね。ちょっと対岸渡りますね。だこの辺一帯も結構フラットになって、まあまあただ増水してるかちょっとあれですけど、直すぐらい、あ、ちょっと待ってくださいね。7.8 メートル結構深いですね。深かったです。そうそうそう、まあまあだいぶ増えましたね。あ、ここのリザーバー減衰するとあそこの上流がもう全部切れるんですよね。切れると地形的にこっちに風が当たって、でこっち上流から風、あの水入るんで、超ここのフラットが超一級ポイントになるんですよ。ここにぶわー魚たまるんで。レッドカーブとか、あ、ここら辺は持ち受けれる流れを切らずか一休みするフェイトとかが本当なんですね。もじってるけど四方八方投げてめっちゃ釣れるんですよ。深いですか？7メートル。今は5メートルぐらいになりました。ちょっと緩めますよスピード。ここら辺が上流なんですか？ここから上上流です。変わりますか？あ、はい、行きましょうか。よいしょ。ちょっと後ろいますね。ルアー取ります。多分スピナベにしては多分柔らかい気がします。そんな、あ、ちょっと竿に慣れてないんですよね。はいはい、ちょっと僕もスピナベの竿ってどういうのがいいんか模索中の段階で。あ、もう僕はあんまグラス使わないんで。はいはいはい、フランクでもあのチューブラがいいタイプなんで。あ、そうなん。このキャスト時のだるさが嫌いなんですよ。はいはいはい、要はスローテーパーのカーボンが好きなんで。あ、ここいそうだな。シャープに触れないと。一応ちなみにあの奥側があの本流筋っていうか川筋になってる方ですね。あの水が流れてる方。タイトにあんま投げない感じですか？その際みたいな感じ。僕はこうリザーバーは結構落ちてるところにいるんじゃないかな。はいはいはい、要は ここら辺にいるんじゃないかな。ほうほうほう、この脇の、あ、もうちょいここら辺ですけど、このラインほうほうほう。で要は点で打つときは、あ、シャローからベイトがこういうふうに出てきたみたいなふうに演出してパッて食わすときもあるんですけど、ほいほい、そこに待ってる。いや僕の場合はもうあの待ってるところのラインをこうやって攻めてきちゃうんで、要は、はあ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 、もう魚が待ってるところだけを。ああ、なるほど。線で狙う感じですね。はいはい。点でじゃなくて。使ってなくても多分、あの見て浮いてくると思うんで。
うんうんうん、なるほど、うん、いやそれはもうちょいね、車両なんだろう、あれもうちょいもうちょいスローブレーキだったら気をつけるに入れてからあれやけど、ついてるところがもう分かってるっていうか、見てるところが分かってるのか、要はあのスピナーベイトで寺坂さんも釣られた時はもうベタ好きで真後ろに投げてたじゃないですか。ああ、あの時はそうっすね。ああいう感じで釣った方が効率はいい。サーブコール、要はキワキワまではいないっすからね、見た感じ。やっぱ落ちてる。うんうんうん、あの朝行くの仕方があれだった。ボイル落ちてたとこも外から見て追い込んでる感じ。はは、こういうラン、僕はね、はいはいはい、あ、ここがもうあれなんだ。そうっす、今 2.5 メートルっなんか、まあ、先入観みたいな感じですかね。なんか僕はどっちかって結構キワに入れて、あのなんか落ちてくるものを上見てんかなってイメージで、かまあ結構岸際を結構横に流すかもしれないですね、線で。マダニ？ああ、そういうことはなかったっす。ないっていうか、マダニはないっすね、あんまり。ブヨも経験ないっすね。怖いんですよ、そういうの。怖いんですよ。ははは。けど、ボーターの人このぐらいタイトめに流す感じですか？そうそう、アメリカこんなっすよ。で、後ろでなんか反対側キャストしたりとか、そんな感じですか？そうですね。だから投げるとしたら、はいはい、こういうアングルなんです。後ろから行く。やば、ああやばいやばい、あれ、引き出さ、他のキスラーのこれ、これいいと思いますよ。はいはい、あ、ごめんなさい。あー、どうですかね。おほほ、いや、これそのぐらいの硬さの方が多分。あー、全然いいですね。
だから後ろで要はこのぐらいつけられちゃうんで、はいはい、絶対投げれないですよ。はい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 。だから何をするかというと、いやこのライン沿いに後ろに投げてするんですよ。それで この深さで結構出てくる感じですか、見上げてて。あ、出てきそう、出てきそうというよりもあれですかね、あの西根さんのこの新しいやつで釣りたいみたいな。あ、なるほど。欲求がかまさってますね。こう後ろに、はい、こう例えば僕がこっちに進んだら後ろに投げてちゃっちゃっとこう、はははは、動いてるテンションでもうラインを生かせちゃって、はいはいはい。で要はだからこう流しながらこうライン取りながらこう動いてるけど同じようなとこいるじゃないですか。はいはい。なぜならほら出しながらこうサミングしながら動かしてるから、はい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 、あんま動かないですよ。狙いたいとこを見つけたら、はい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 、そういう感じでやってもらえば。なるほど。例えばこういう風にそのボーターさんがそっちに投げてたらこっちに投げる分にはいいんですか。前だいたい自分が狙いたいようなところはだいたい先に狙われてると思ってます。はあ、はあ、こういう木絡みとか、はいはいはい。バンクの美味しそうなとことかで、こう上を通ってるからって臆さずここにもまだいるかもしれないんで、はいはいはい、要は濁りとかそういうので関係ありますけど、どのぐらい前のボーターさんが騒がしく入ってるかどうかで決まるけど、全然諦めちゃダメ。なるほど。なんかここは僕なんか釣れる気ないな。あっち釣れますよ多分。あっち反対側、こっち水動かない方なんで。そうですね、本流筋釣れなそう。僕の選択肢が良くない。コアングラープロジェクト、ご興味ある方はインスタグラムをフォロー。あと今右下に映っている岸本優和くんが9月から2ヶ月間コアングラーに参戦しております。よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。久々すぎて頭が回っておりません。ハードベイト好きです。よろしくお願いします。